ジャンボリー作戦は太平洋戦争末期の1945年2月にアメリカ海軍の空母機動部隊が関東地方周辺の日本軍航空基地及び航空機工場を標的として行った航空攻撃作戦である。洋党の戦いの援護及び日本軍航空戦力の減災を目的として実行され日本軍航空隊と工場設備に相当の被害を与えた。 同リットル空襲や島所部の事例を除けば、初めての空母による日本本土空襲であった。1944年8月にマリアナ諸島を占領したアメリカ軍は、同年11月以降、マリアナ諸島に配備した B-29 爆撃機により東京などに対する本格的な日本本土空襲を開始した。B-29 による初期の空襲は、 工場などを目標とした高高度精密爆撃を中心としたが、命中率が低く工場の被害はさほど大きくなかった。アメリカ軍は P-29 による空襲に先立って空母機動部隊の小型機による空襲で日本側の航空戦力を撃破する計画であったが、フィリピンの戦いに空母機動部隊がかかりきりとなったために実現しなかった。 1945年2月、フィリピンの戦いが一段落したアメリカ軍は、伊洋島攻略に着手した。そして上陸戦開始に先立ち、攻略部隊を守るための要道と、航空戦力の減災を目的として、高速空母機動部隊である第58任務部隊により、関東地方周辺の日本軍航空基地及び航空機工場を攻撃することになった。この時の、 第58任務部隊は、大型正規空母11隻、軽空母5隻を機関として、戦艦8隻をはじめとした、多数の護衛艦,艦艇を伴う強力な艦隊であった。部隊は、空母2から4隻を機関とする5個任務軍に分かれており、うち、第58.5任務軍は、夜間戦闘機を積んでいた。搭載航空隊は、日本軍迎撃機との空中戦を想定して、 各大型正規空母の搭載機約100機のうち73機以上を、海6回戦闘機か、海4優戦闘機に咲いた、戦闘機中心の編成としている。航空隊の約半数は本作戦が初めての実戦任務であったことが、アメリカ側の懸念材料であった。このほか、第58任務部隊を支援するため、第50.8任務軍の多数の補給艦も出動した。 1942年4月に陸上用爆撃機を空母から発進させていったドリットル空襲以来2年10ヶ月ぶりの空母による日本本土空襲。一方、日本軍も伊動島へのアメリカ軍来航が近いと予想していたが、陸海軍とも航空隊がフィリピンの戦いで消耗した状態であり、教育部隊を実戦部隊化するなどして戦力の回復を進めている途上であった。 陸軍航空隊は第10飛行士団、海軍航空隊は第3航空艦隊を関東地区に展開して、後者第1師団などの対空砲部隊と共に B-29 爆撃機に対する迎撃に当たらせていた。日本本土と小笠原諸島の間には特設艦指定が昇海線を張って、主に B-29 爆撃機に対する警戒に当たっていた。また、 連合艦隊司令部では、アメリカ海軍機動部隊が、本土方面に来襲する、可能性が高いと警戒しており、都市3号作戦計画にもと、なお、この頃には、日本側は深刻な航空燃料不足に悩まされており、飛行訓練も、実施困難で戦力再建の足かせとなっていた2月上旬に、日本軍は、陸海合同で洋島工房船の頭上演習を、 行ったが、その結果、硫黄島の防衛は困難で航空隊がかなり大きな損害を受けてしまうとの予想に達した。そのため、防衛総司令部は、硫黄島にアメリカ軍が襲来しても、本格的な航空反撃は実施せず、戦力を温存する方針で指導したが、現場の第10飛行士団は、積極的な迎撃を考えていた。また、参考官も、 新たに編入された第601海軍航空隊を伊央島工房船に投入することにし、第601空に多体からかき集めた水星艦爆、冷戦と搭乗員を増強、2月14日に香取飛行場への転身を加齢した。なお、立山飛行場には横須賀陳府が発令した大戦相当作戦 S21 作戦のため、 対戦航空部隊が集結中であった。ウルシー艦渉を出撃するアメリカ軍第58任務部隊の第58.3任務軍。2月10日、第58任務部隊はウルシー艦渉を出撃した。途中の2月12日にテニアン島に立ち寄って航空隊が第3海兵士団と伊央島上陸の予行演習を実施した。2月14日に 第50.8任務軍グループ A の補給艦と、洋上行動して翌日までに休業を終えると、2月15日午後7時、第58任務部隊は、前衛に5隻の駆逐艦を配置した体系で、攻撃隊発進地点に向けて、高速航行に移った。マリアナ諸島から発進した陸空軍の B-29 爆撃機及び、海軍の B-24 爆撃機と潜水艦による、 日本側は通信解析により1月末頃からアメリカ軍が大規模作戦を準備中であることを察知していた。2月13日、連合艦隊司令長官豊田祖江武大将は通信解析に基づいてアメリカ海軍機動部隊がウルシー艦将を出撃したと判断。アメリカ軍は悪天候が幸いして日本軍に発見されていないと考えていたが2月14日には 島から発進した日本軍作敵機がサイパン島西方95海里付近に北上中の大艦隊を発見しており、三考艦の寺岡中将は大気動部隊警戒と特攻隊の準備を加齢した。陸軍部隊も2月15日から警戒態勢に入った。2月16日未明、第58任務部隊は東京から南東125海里。 本州沿岸からわずか60回里の地点まで接近し攻撃隊を発進させた。天候は不良状態で雲が低く垂れ込めてみぞれが降り、ビューフォート風力階級6から7の強風が吹いていた。気温の低さのため出撃したアメリカ軍機の搭載機銃のうち相当数が凍りついて動作不能に陥っている。午前中にいずれも 制空任務の戦闘機からなる5波の攻撃隊が発進し各地の日本軍飛行場を攻撃した。第1波である第58.2任務軍の攻撃隊は暴走半島上空に侵入。第5波である第58.3任務軍の攻撃隊は悪天候の合間を縫って西方まで進出し、アメリカ軍艦上機として初めて東京上空に達した。午前7時5分に 白浜の防空監視庁がアメリカ軍港型機の飛来に最初に気づいた。八丈島などに配備された日本側のレーダーサイトは高度400メートルの低空飛行で接近したアメリカ軍機を探知できなかった。その結果、アメリカ軍は日本軍の飛行場を奇襲することに成功し、海軍機だけで50機が離陸前に地上で炎上させられた。日本陸軍の第1飛行士団は 防衛総司令部の温存方針を破り、対戦闘機の空中戦が苦手な夜間、戦闘機装備の飛行台53戦隊に、松戸飛行場などへ退避を命じた以外、全力での迎撃戦を試みた。その結果、第10飛行士団は、敵機62機撃二27機撃破の戦果を報じたものの37機を失う大損害を受けた。その他、 陸軍では独立飛行第17中隊が数機を失った。日本海軍は午前8時前に豊田連合艦隊司令長官が早3号作戦警戒と基地航空部隊による同作戦発動を命じ関東所在の航空兵力を三考艦指揮下に入れた。三考艦は白母通常攻撃と特攻隊を中心とする対艦反撃と 戦闘機による迎撃戦闘を命じた。参考官は空中戦で敵機55機撃墜を報じたものの、地下部隊は第2 1十九の発進させた冷戦中地上部隊では陸軍第一校舎師団が敵機19機撃墜、17機撃破、横須賀海軍警備隊が41機撃墜、31機撃破八丈島海軍警備隊が16機撃墜。 50機撃破を戦火として主張している。対するアメリカ側の記録では、第1波である第58.2任務軍の攻撃隊が、暴走半島沿岸で日本軍機約100機と交戦し、うち40機を撃墜したと主張している。第58任務部隊は午前11時30分には、地上施設に対する攻撃に移り、中島飛行機、 大田製作所及び小泉製作所を目標として爆撃機を発信させた。しかし、大部分の爆撃隊は悪天候により目標を発見できず飛行場を狙って爆弾を投下した。洋上では空襲により特設、船舶運営会の記録によると、伊豆大島近海で客船の萩丸も空襲で沈没している。千葉県茂原海軍基地からは、 冷戦発揮が溶撃に当たり、敵戦闘機海 4U 発機の撃墜を報じた。16日夕刻、日本陸軍の防衛総司令部は迎撃戦闘による航空隊の損害拡大を懸念し、第10飛行士団の主力である飛行台47戦隊と飛行台244戦隊を取り上げて、第6航空軍の指揮下に移した。第6航空軍は戦力の温存を図り、 これら2個の飛行船体に分散退避を命じた。三考艦機下の第131空の艦爆隊は昼頃から犬坊崎東方の作的攻撃に出撃していたが効果的な攻撃には至らなかった。16日白母第58.5任務軍は夜間戦闘機による日本軍飛行場上空の制圧を実施した。この夜、第58任務部隊に 日本機の飛来はなかった。2月17日午前、アメリカ軍は、第58.5任務軍の夜間戦闘機による未明の洋上哨会を手始めに、その他の任務軍の戦闘機による制空飛行、さらに陸上施設に対する爆撃を再開した。この日の空襲では、中島飛行機の武蔵製作所や玉、立川市方面の航空機工場に爆撃機が差し向けられた。 日本側の第10飛行士団は指揮下の残存戦力で迎撃を続けたが、撃墜36機、撃破18機を戦火として報じたのと引き換え24機を失った。参考艦は迎撃戦で敵機12機撃墜を報じたが、零戦3機が撃墜されたほか、藤枝飛行場を中心に、各種航空機合計11機が地上で炎上した。第1校射士団は、 敵機14機撃墜、26機撃破、横須賀海軍警備隊は18機撃墜、10機撃破を記録している。豊田連合艦隊司令長官は、そのため、参考艦は、戦闘機による迎撃戦闘に終始し、艦艇に対する反撃を行わないままに終わった。このほか紹介中の特設苦戦艇は風丸と、特設艦指定2隻が空襲で沈没し、 特設監視艇2隻が、機動部隊との水上戦闘で撃沈された。横浜港では、トクトルコリラ船の山塩丸が空襲で沈没した。17日午前11時15分、第58任務部隊司令官のミッチャー中将は、天候の悪化を考慮して、本作戦の打ち切りを決心した。第58任務部隊は攻撃隊を収容すると、伊王島に向かって転身した。 伊央島に向かう途中、第58.4任務軍は小笠原諸島を空襲し、日本の小型船舶と父島飛行場に損害を与えた。船舶運営会の記録では、17日に陸軍徴用船の大美丸、18日に日吉丸が父島で空襲により沈没している。また、 18日にかけての夜に駆逐艦が日本軍の特設艦指定など4隻の撃沈を報じているが駆逐艦の同時が反撃を受けて3人の戦死者を出した。本作戦を終えた第58任務部隊は2月19から20日に第50.8任務軍のグループ A を呼びグループ B と洋上介護をして補給を受けた。 航空機の損亡分は第50.8任務軍の護衛空母の文言ビルがグアム島から運んできた機体により補充された。そして第58任務部隊は伊王島の上陸地点などに対する攻撃に加わった。なお、伊王島では第52任務部隊少将がすでに2月16日からジャンボリン作戦と並行して護衛空母搭載機による空襲と 戦艦以下各種艦艇による艦砲射撃に着手していた。本作戦の結果、アメリカ軍は日本軍航空隊にかなりの損害を強いることに成功した。日本軍航空隊の損失は少なくとも悲劇追60機、地上撃破60機に上った。例えば、立山飛行場に集結していた S21、陸軍の第10飛行士団は地上にあった機体こそ、 無事だったものの、迎撃戦闘に出動した連度の高いパイロットの戦士が多かった。なお、アメリカ側では空中戦で敵機341機撃墜、190機地上撃破と課題に戦果判定していた。対するアメリカ軍機の損害は、戦闘による航空機損失60機とその他作戦中の損失28機の合計88機であった。なお、 日本側は2日間の総合戦果として、陸軍が敵機175機撃墜、81機撃破、海軍が98機撃墜、3機撃破の合計273機撃墜、84機撃破と、課題に判定していた。その他、日本側は、地上施設と、艦船も攻撃を受け、中島飛行機の太田製作所と、武蔵製作所が相当の被害を出した。ただ、 飛行場の設備は一部の格納庫が破損した程度にとどまった。基地在泊中の感染被害は多数に上ったものの、程度はおおむね軽微であった。一方、洋上行動中の艦艇は被害が大きく、特に北緯3、アメリカ側の最大の感染戦果は横浜停泊中のトクトルコリラ船の山潮丸であった。本作戦は、 日本軍の航空部隊と航空機工場にいた手を与えたが、伊洋島の防衛力を弱めることはできなかった。ただ、伊洋島攻防戦に備えて、カトリ飛行場に第601空は、兵力不足と伊洋島までの距離の遠さから、攻撃隊に十分な護衛戦闘機をつけることはできず、小数機を小刻みに発進させて、いずれかが成功することを期待する戦法を選んだ。 第601空は、神風特別攻撃隊、第2を立て隊を編成し、2月20日に5時、計30機を伊尾島方面に出撃させて、護衛空母、ビスマークシーを撃沈、空母サラトガを大破するなど、一定の戦果を上げている。また豊田ソエム連合艦隊司令長官の、命令によりうるしい白地に帰還した第58、任務部隊を狙って、 第762海軍航空隊から、アズサ特別攻撃隊を編成、第2次探索船を決行し、空母ランドルフを損傷させた。ただし、日本の内地のうち当初部に対する機動部隊による空襲は、本作戦以前にも1943年9月1日、1944年5月20日など、小笠原諸島に対して数回行われているほか、 1944年10月の南西諸島に対する銃、銃空襲がある。1944年2月14日、横須賀陳府は特設艦指定隊の潜水艦による被害続出に対抗して S21 作戦を発令し、第903海軍航空隊大港派遣隊、串本派遣隊の各一部と横須賀海軍航空隊、増援兵力が立山に集結していた。 2月16日、立山飛行場、香取飛行場、茂原飛行場、上野池飛行場、木更津飛行場、八丈島飛行場の各海軍基地が、アメリカ軍機により、低空からの機銃装車を受けて、水星艦爆7機、銀河陸爆1機、天山観光4機、零式輸送機1機、99艦爆1機、陸攻18機、零戦12機、 その他小型記録機が地上で炎上した。2月16日、伊豆諸島に向けて輸送任務。AAB2 月17日から2月18日にかけての特設監視艇等の戦闘状況については、戦死総書によると2月17日、空襲により、神津島東方を紹介中の特設監視艇第11、昭栄丸と八条島紹介船の特設監視艇の第2境福丸が沈没。 第未松福丸が勝破した。また、八丈島紹介戦の特設艦指定福江丸と、第五宝久島丸が、機動部隊との水上戦闘で撃沈された。2月18日には、八丈島紹介戦で、特設艦指定の第36南新岸第17長雲丸、第3京和丸が沈没している。ただし、アメリカ海軍の公式作戦年始では、 2月17日に、アレン・エム・サムナー級駆逐艦、ヘインズ・ワースが、特設区選定の和風丸と特設艦指定、また、同省及び、モリソン海戦士によると、2月17日から18日の、夜に駆逐艦のバート・イングラハム・モールが、特設艦指定の、第35南進岸、第3強和丸、ナンバー5福一丸を撃沈、駆逐艦の同地ワールドロンが駆逐艦、アユカ丸を撃沈したが、 ウォルドローンは体当たりをした際に、損傷、同地も三院地方で反撃されて三人戦士としている。第五艦隊司令長官のレーモンド・スプルーアンス、大将座上。ありがとうございます。